はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今本当今ですよ、今出版社の方にですね原稿の方をついに送りました。私ねこの度本を出させていただくことになったんですけども、マイナビというね出版社様の方からですね、お声掛けいただきました。このねやはり YouTube のおかげでねお声掛けいただきまして、この YouTube のやつをねなん本になんとまとめました。はい、でまだねちょっと詳しいことはちょっとね、決まってないので、これからまたね詳しいこと決まりましたら案内していきたいと思っておりますので、どうぞ楽しみにお待ちください。はい、ということで今日もね手筋の問題1問やっていきたいと思います。今回の形もね破壊力抜群の形になりますから、まずねどういった形からできるかというところ見ていきましょう。黒番でねここでうまいことね白をねこう崩していくわけですけども、まあ、今回付け伸び定石からの形ですね。このつけて跳ね伸びてね、でここで、まあ、定石は実はねここに開くぐらいなんですね。こちらに開くとか、まあ、あとかけ継ぐとかね、こんなような形多いと思うんですけど、ここに来たよと、これがねちょっと中途半端な位置で、まああまりね良くない位置だと思うんですけども、でこの後ですね、まあ、白がどっか行きますよね。はい、で黒からねこちらに行く手がねなかなか、まあ、有力な狙いの一手になりまして、で白がつけましたよと、この後どうやってここのね白さんを崩していくかということですね。はい、ということでこれはねこれもねまあ私もね昔ちょっとねやられたことあってね非常にね痛い目をあったのを覚えてるんですけども、はい、ここでですね黒から、まあ、ゆっくり考えたい方はねまた動画止めて考えてみてください。はい、黒これね強くね跳ね出しちゃっていいんですね。跳ね出しまして、まあこれ当然ね、まあ白としてはやっぱ裂かれちゃうだから、ここねつながれちゃうとやっぱ黒の形がつながってね、まあ黒さんが美味しい思いしちゃうんで、まあ切りたいんですね。こういったとこ切りたいで、切った時にですね白は、あ黒はごめんなさい、こちらから当たりしまして、でつなぐよりないですね。でそこで切ってしまうとですね、これが実は白困ってるんですね。この2個取られそうですよね。次取られそうなんで、まあシチョウで抱えるぐらいかなと。でこれねシチョウが悪くて取られても安心してください。これ取られてもいいんです。ここから当たりしまして、で取るよりないですね。でまた当たりです。でこれで真っ白さんの形をまずね団子にしたのが一つ気持ちいいですね。アッキ三角2個もできてますからねこれね。でさらにこれ跳ねてこちらの2個取ることができるんですね。となるとこれ隅の陣地大きいですね。で白さんそんなこういい外もいい形じゃないですから、これは非常にね、まあ技が決まったなということが言えますよね。でまあこの後攻め合いもちゃんとね見てみましょうね。出てきてもですねつないでおきまして、例えば、まあ、こんな風に跳ねて、逆にこのね黒取りに来るよっていうのは考えられますが、これはですねまあこんな風に詰めてましても、当たりが来てもつないでこのように来て、まあ2手しかないんだけど先に白さんを当たりできますね。で当たりつないでも当たりと、はい、でもちろん逃げたら取ることができますということで、まあこの時点でですね跳ねた時点で実はもうどう打ってもこの白さんは取られてるよということなんですね。はい、ということでこれねなかなか嫌ですよね。大きいんですよ。でかといって、まあ、じゃあここ切られないようにってつなぎますと、これもまあいろいろあってね、どこでも多分そんな黒がね悪いってことはもうないんですけども、まあ、黙ってねこんな風につないでおきましても、はい、これはもうここ渡れないですね。跳ねても当たりの当たりでここ取れちゃう形ですから、ここがもう白さん分断されてますから、まあ、こんな風になってもですね一緒になって逃げててもこれはとてもじゃないですけどね、白は陣地がなくなったどころか右も左も弱い石になりました。うん、まあもちろん黒だってね少しは心配ですけど、これはただね黒さん弱い石1個で白さんは弱いグループがね2グループありますから、こういった戦いはねもう大歓迎ということですね。はい、ですのでここにね行く手がなかなか厳しいわけですよね。でこんな風に打って、そうですね、あとはまあこんな風に打てばねそんなに被害はね大きくならないんですけど、ただ黒としてはこうつないでおいて、こうやってね、まあ、白さんは当たれますけども、ただかなり陣地がぺしゃんこになりましたよね。んで外ね黒をまた強くなってしまいますから、やはりねちょっとこれでも白は辛い、まあ、黒としては十分成功と言えるわけですね。はい、ということで通常ねこの高い打ち込みってあまり良くないことが多いんですよね。良くないことが多いんですよ。はい、まあ特にですねよくできる形で言いますと、なんかこの辺にね、ちょっと石置きましょうね。まあこういった形とかでよくできるのはこんな形ですね。こういうとこはだいたいね深く打ち込んで低く打ち込む方がいいんですね。高い打ち込みは基本的にはねこういう風に白さんに打たれて相手をね固めるお手伝いになっちゃうんです。なので普通は高い打ち込みって良くないんだけど、この場合は高く打ち込むことで
結構困ってるわけですね。はい、こうなってこれで、はい、ということですね。ということでね、今回はちょっと面白い打ち込みの手筋のご紹介でした。もちろんね、低い打ち込みがないよっていうわけではございません。あのどちらもね、非常に有力で考えられるんですけども、はい、こういった打ち込みからね、結構ただね、知らずに何ですかね、やられやすい手筋になりますから、知っておくとね、意外と便利な技が決まって気持ちいい手筋になるんじゃないかなというふうに思います。はい、あとね、まあ例えばシロさんがこんな風に出てくればですね、これもまあいろいろありそう、跳ねたりとかね、ありそうなんですけど、まああとはこんな風にですね、分かりやすくこんな風に打っててもですね、やはり右と左にシロさん分断してここの陣地なくなりますから、こんな形でもね、十分分かりやすく打てるんじゃないかなと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですね、いろんな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。